国立台湾美術館国立台湾美術館は、台中市西区にある美術館、アジア一の大きさとされる。秋代、新代の作品のほか、台湾やアジア諸国や、世界の近代美術、現代美術を中心に収集、展示している。1988年開館。当時は、台湾省立美術館であったが、台湾省の機能が凍結されたことに伴い、 中華民国政府の管理下となり、1999年に国立台湾美術館と改名した。過度な装飾を排した外観を持つ本館には国内外の美術品が展示されている。地下1階、地上3階、2017年に改装した3階はバリアフリー化で好評を博している。手話映像による解説や車椅子の通りやすい広めの鑑賞スペースなどである。 絵本センターがあったり、2階には、紅茶専門店、ローズハウスも出展している。現代美術、特に、デジタルアートにも注力しており、専門館、水位芸術箱舟デジタルアークもある。また、中華民国国宝の林玉山の水墨画、破水家や、中華民国重要古物の陳清派の油彩が、か吉遊園地、王土水のレリーフ、水牛群像を所蔵している。 国立自然科学博物館から国立台湾美術館まで続く草五堂という並木道がある。企画展以外の常設展は無料。土日9時18時4359台湾西区台中西区五県西地一段に行こう。ありがとうございます。